皆さんこんにちは。いつも天下百見山を楽しんでいただきありがとうございます。プロデューサーの中村健太郎です。はい、皆さんこんにちは。鉄砲切り兼光役の内藤亜美です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう3月になって、3月の初めから天下百見山のオープニングというかタイトル画面が桜に変わって、はい、そうなんですね。ちょうど一周したんだなって思って。そうですよね。はい、確かに今まで冬だったのが一気に桜になって春感が一周したんですね、はい、季節的にも何かちょっと始めたくなるような季節ですよね。そうですね。で、天下百見山ももうすぐコラボイベントが始まるので、コラボイベントが始まると結構ログインボーナスとかが豪華になったりとかで、始め時じゃないかなっていうような気がしているので、はい、そうですね。じゃあもうこれを機にぜひいろんな人に天下百見を始めていただきたいなって思います。夕焼け神弘光、食代切り光忠、富田郷のチャイナドレス衣装をゲットできるイベント、相当特務思い回る美食の夜が開催中です。はい、コラボを紹介すると言ってきながら最初はこれっていう。そうですね。はい、大事ですよ。サンフリの衣装を見ていきたいと思います。はい。いやー、可愛い。そうですよね。パッと見すごいパンダみたいだなと思って。なんか見た目、どこがパンダかわからないんですけど、なんとなく見た目が。そうなんですよ。なんとなくパンダみたいだなと思って、こういうチャイナ衣装はすごい意外でした。あ、そうですか。はい。勝手にやっぱゴージャスな感じをイメージしてたんですけど、確かに結構通常バージョンは派手派手な羽織みたいなのを持ってたりしますからね。そうですよね、はい、なんでもう一番なんかカンフーしそうだなっていうようなポーズで、とってもかっこいいなって思います。あと胸の部分がちょっと空いてるところもポイント高いなと思いつつ、桃の髪飾りも可愛いし、また違ったフリッチが見れて、めちゃめちゃテンション上がってます。そうですね。はい、2人目はこちらになります。はい、富田郷さんです。はい、富田郷さん。はい、もう富というね、名前がふさわしいですね。そうですね。めちゃめちゃゴージャス。はい、金色に輝いている。もう輝いておりますね。もう宝石かなっていう感じで、はい、あとヒールめちゃめちゃ好きなのと、もうこれイベント始まってるからいろんな方々の紹介とかもあって、イラストレーターさんの天貝さんも、新しいイラスト描いて、ツイートされてたんですけど、そこに胸の空きの部分がひょうたんをイメージして書かれてるっていうことをおっしゃってたので、え、どういうことはみたいな。富田郷さんに名前呼ばれたらちょっと吸い込まれてもいいのかなっていう、すごい孫悟空的なやつですよね。そうなんですよ。吸い込まれてもいいな富田郷さんならと思いながら、余計にちょっとテンション上がっちゃいました。なるほどです。あと足元の金色のゴールドのアンクレットとかも、あ、いいですね。あそこのワンポイントめちゃくちゃ素敵ですね。赤の部分は瞳と同じ色っていうところも統一感もあって、めちゃめちゃ好きです。はい。ということで3人目に行ってみたいと思います。食代切り光忠ちゃんです。いやー、もうお蜜はびっくりですね。そうですよね。なんか元からこの格好だったんじゃないかって。すごいしっくりきてる感があります。本当に爽やかな笑顔。あとね、キャキをね、持ってるのも素敵ですよね。はい、あとなんかこの間、大栗からちゃんの衣装出たじゃないですか。はい、で、大栗からちゃんに左にね、パフェとか、そう持ってて、お蜜はね、右手でちょっとお茶を持ってるから、もうこれで2人でもお茶会をぜひ、開いてほしいなっていうか、思ったりもね、すごい妄想が膨らんでおりまして、紙についてるお花が白くてとっても可愛い。そうですよね。ジャスミンっぽいんじゃないかっていう。そうなんですよ。だからお茶はジャスミン茶かなって勝手に想像も膨らまさせていただいております。なんでパフェとサンドイッチとジャスミン茶で。お茶会をしてほしいですね。そうですね。もうぜひ円卓でじゃあやってもらおうかなって、はい。ということでですね、特別バージョンの方も紹介していきたいと思います。はい、はい、こちらですね。夕焼け神弘光ちゃんの特別バージョンになります。これまた。はい。肉まんですか、あれは。そうですよ。思っております。白い。白い。まずさっきのね、ちょっとパンダちゃんからまた。変わりまして、白いチャイナということでね、はい、あとお腹と前掛けが開いてるんですね、ひし形に、はい、あれ通常衣装のストッキングっていうかところの部分でひし形に開いてるのが、はい、この特別の方に生かされてて、あ、素敵だなと思いつつ、あとお腹、のおへその何ですか、もっちり感、おへその下のちょっとお腹のぷっくり感が、あ、これはずっと見てられるなっていう感じがしたり、あと後ろが短いんですよね。チャイナ服ではあんまりなんかね、前後ろ両方長いとか両方短いはありますけど、後ろが短いっていうのはあんまり見なかったんで、はい、やっぱ動いた時にいいですよね。そうですね。まあ戦いやすいとかがあるんでしょうね。きっと。チビキャラもいいですね。足上げて、はい、華やか。あとお団子がめちゃめちゃ似合ってる。うんうんうん。買いたくなります肉まん。そうですね。肉まんはどんな風に揺れるのかとかがちょっと気になるところではあるんですけど、そうですね。はい。そういった部分をじゃあ実際のゲーム画面で見てもらいたいと思います。はい。はい。それではいつものように見つめるになっているので、内藤さんよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。では例によって下から見ていきます。はいいいですね、このヒール。そうですね。体上に上がって、ああ、そうそう、ずっと見ていられるお腹。からの、うわ、あ、湯気出てるんですね、肉まん。熱々な感じで。熱々な感じ。うわ、結構揺れますね。そうですね。揺れますね、ってことは。うん、はい。はい。これ今画面を振っています。画面というか、スマホを振って、ジャイロを試しています。振っています。あ、すごい揺れる。はい。良きですね、これは。あと揺れることによって、ここわかります。立ち絵だとわからない、黒いリボン、スリットの部分が、わかんないんですけど。これがちょっと揺れると、見えるんですよ。はいはいはい。ちょっと。触れば動くかな。なんか見えたの、さっき、本当に。見えるんですよ。ちょっと忘れろってことですかね。喧嘩なら買ってやんよ。セリフも可愛いな。今一生懸命見せようと、あ、ほら、ちょっと浮いた、ちょっと浮いたよ。この部分がね、やっぱ動くの利点だなってすごい思いますね。羽は羽で軽いからふわっと動くんですね。はい、なんか素材感もわかりやすいですよね。この顔凛々しいのも素敵。おい、何触ってんだよ。触りたくなっちゃうこの表情。あとほっぺとか肩とかのちょっとピンクの光ってる部分もめちゃめちゃ綺麗なお肌だなっていうところと、パウズみてえだろ。パウズみてえだろ。そうですね。ここのね、そのピンクの部分もなんかモモマンっていうか、そういった部分もちょっと感じてすごい好きなんですよね。どこ触ってんだよ、このアホー。可愛い。怒るとアホって言ってくれるんですね。アホって言ってくれる。あとアイラインもめちゃめちゃいいですよね。そうですよね。赤い髪の毛とすごく合っている。で、あとさっき前掛けの部分にあった。はい。前掛け後ろか、時は玉のやつが耳元に来ているっていうのもすごいポイント高いなって思いました。はい、ということでこの辺りにしてそろそろバトルの方も見ていただきたいなと思いますが、はい、その前にいつものバトルポイントの方を見たいと思います。はい、ですね、まずは人属性の疾風タイプなので攻撃がまあ4段階の攻撃になってます。はい、はい、で得意技が手に持ってるせいろを使った攻撃になるっていう感じでまあ、敵に麻痺と炎上のデバフを付与することができるって感じですね。はい、でまあ大喜利はこうする飛び蹴りで全体を焼き払うという感じの大喜利になっていてで、まあ、特殊行動が、通常バージョンからそうなんですけど、はい、まあ、ダッシュが特殊なダッシュになっているという感じで、さらに、特殊ダッシュを途中でキャンセルすると通常攻撃が特殊攻撃になるっていう、これ口で説明しても分かりづらいと思うんで、はい、実際に見てみたいと思います。はい、お願いします。はい。はい、いつもの巻原の訓練ステージになります。はい、お願いします。はい、通常攻撃がですね、こう、蹴るんですよね。おお。もう、かかと落としもある。はい、足技4連撃。って感じです。こんな感じで吹っ飛ばすっていう感じですね。気持ちいい。で、さっき言ってた得意技が。せいろに閉じ込めて。蒸されてましたね。なんで燃えてて麻痺が起こってるって感じになります。はい。気持ちいい。でさっき言っていた特殊ダッシュっていうのが、まあ普通にダッシュするとこんな感じでふわっとダッシュするんですけど、これが冬扱い飛んでる扱いになっていて、地面のトゲとかを無視ダッシュすれば無視することができたりとか、あとこのダッシュ中に敵の攻撃を受けてものけぞらないっていうような特殊な仕様のダッシュになってます。今普通に歩きながら攻撃すると、はいはい、一回止まってから足切り出すじゃないですか。そうですね。それをダッシュ中だと止まることなく攻撃が出せるっていうようなのが特殊攻撃になってるって感じです。こんな感じで連続攻撃に続けられることが感じですね。これは楽しそうですね。はい。でまあ奥義がさっき言ったように飛び蹴りで画面をっていうやつになってくるので、そのあたりを実際に内藤さんに試してもらいたいと思います。はい。こうなったらやけくそだぜ。はい、やらせていただきます。はい。あ、これも移動も可愛いですね。出前してる感じが、あ、気持ちいい。あと連打してるだけで進んでくれますね。はい。これは下手くそな私にも嬉しいぞ。気持ちいいな。ちょっと火属性を燃やしてるような感じで、はい、あ、いっぱい出るとすごい爽快ですね。これはそうなんですよね。すごい爽快。あ、じゃあ奥義使っちゃおう。はい。目かわいい。え、なんか照れた。これはスカートみたいなの気にしてるんですかね。そうですね。いつもの細かい芸の一つだと思います。いやー、さすがもう職人技ですね。気持ちいい。特殊がダッシュ、はい、ダッシュをすればそもそも、はい、あ、本当、あ、す、あ、ダッシュも気持ちいいですね。すごいスイーって、はい、これは出前も早そうだ。くらえ。え、かっこいい。あ、キャーとか言った。はい、ありがとうございました。どうでしたか、プレイしてみて。疾風タイプだったので、はいはい、連打がやっぱりすごく気持ちよかったですね。そうですね。4つ攻撃がつながりますからね。はい。で、最後が吹き飛ばしも入るんで、ドーンっていう強い蹴りを食らわせて、壁にね、ドーンって叩きつけるともうすごい気持ちよかったです。蹴りしてるなっていうところと、あと、肉まんをなんか投げるかと思いきや全部蹴りでいくんだなっていう、ね、ぜひゲットしてほしいなと思いました。ね、ということでですね、改めて特別バージョンの古谷神弘光ちゃんの映像を用意してもらったので見てみたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。いらっしゃいませ。明治館の美味しいパオズはいかがすか。お、うまそうだね。一つもらおうか。どうもありがとうございます。はい、こちらお釣りのお返しです。こんなもんかな。ごめん、いつからそこに。そうか。ということはさっきのは見られてねえな。よかった。なんでもねえよ。これは宣伝も兼ねてるから仕方なくだな。ああ、このくらい派手な方がいいって副司令も。何のことだ。こうなったらやけくそだぜ。ほら、そこ。行きた。目に物見せてやるぜ。燃え尽きろ。行きそこ。行きた。ほら。行きた。そこ。行け。死ね。行く。とりあえず島に行きて。ほら。行く。行きた。行きた。目に物見せてやるぜ。燃え尽きろ。とりあえず行きた。ほら。行きた。行きた。行きそこ。行け。しまい。行きた。行きた。行きそこ。行け。見切った。まあこんなもんだろう。はい、いかがだったでしょうか。このサンフリのチャイナドレス衣装は開催中のイベント「総統特務思い回る美食の夜」にてゲットできますので、ぜひプレイして衣装をゲットしてみてください。はい、はい、そして特別バージョンの振り分け神ちゃんもぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、で今月も可愛いキャラソンがありますので、それを聞いていただいて次のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、ということでナイト3曲振りをお願いしてもいいですか。円卓に並ぶは色とりどりの中華料理。今宵の料理はちょっぴり大人味。チャイナドレスを身にまとい、ラップを交えてお届けします。食代切り光忠、富田号、振り分け神弘光で、円卓はルーレットじゃないからです。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。はい、まあ、この曲というか、まあ、割とチャイナドレスをテーマに曲を作るってなった時に、はい、なんかみつるぎちゃんたちが割と大人な感じの人が多かったので、はい、もうちょっと違う感じで大人な雰囲気にしたいなっていうところで、うん、こんな感じの曲になってるっていう。うわー、そうだったんですね。はい、なんで歌詞を見ると結構大人な歌詞になってたりもしたりするので、曲調ラップと合うんだなってすごいびっくりしました。めちゃめちゃおしゃれになるんだなと思って、こういう感じの音楽結構癒されるんで、フィーリングミュージックとしても聴くんですけど、ラップが変わってもさらにおしゃれで、こんな感じになるとは思わなくて、ずっと聴いていられるなと思いながら、あと歌詞と気になったのが、なんか中国語っぽいような「入ったじゃないですか」とみんなで多分言ってるところ、そうですそうです。あれってなんて言ってるんですか。あれは中国語っぽく一瞬聞こえるんですけど、普通に中華料理のコースの出てくる料理の順番を言ってたりとか、北京料理とか上海料理とかって4大中華料理を言ってたりとかっていうのがちょっといい感じに中国語っぽく聞こえるみたいな。めちゃめちゃ中国語を言ってると思ってました。実はよく聞いたり歌詞を見たりすると、日本語というかなんというか並べているだけっていう、はい、そういうちょっとしたなんか演出というか。というわけで、この新しいキャラクターソング「円卓はルーレットじゃないから」はもうすでに各配信サイトにて絶賛配信中になってますので、ぜひダウンロードしてフルでも聴いてみてください。お願いします。はい、お待たせしました。続いてはこちらの紹介になります。結城優奈は勇者である大満開の章コラボイベント世界外勇者部活動がいよいよ今週3月18日木曜日より始まります。イエーイ！はい、ついにコラボ！はい、本日ここからはコラボイベントに先駆けてコラボに登場するキャラクターたちをたっぷり紹介していきたいと思います。はい。はい、まずはこの子からですね。結城優奈ちゃんになります。お。はい、ではキャラクター紹介をお願いしてもいいですか？わかりました。読ませていただきます。結城優奈は勇者であるの世界に出現した黄金のマガツカナメの柱によって明治の世にやってきた三州中学2年生の女の子です。みんなのためになることを勇んで行うを活動方針とした勇者部に所属する優しい心の持ち主で、一見能天気だがいつも前向きでガッツがあり、いざという時に頼りになる存在です。親から教えてもらった武術が得意で、戦いにおいても自らの拳を用い、仲間を守るために常に最前線に出て戦う、そんな女の子です。めっちゃパンチしそうな感じの絵になっているので。そうですね。はい、拳ギュッてやってて、ね、拳を用いって言ってますもんね。はい、いやパンチの体勢かっこいいですね。そうですよね。蹴りもするんですね。ダメージ食らってるんですかね。一番左下ですかね。左下のところも可愛い。桜みたいな印象がピンク色で見受けられます。ということでゲームの様子も見ていきたいと思うので、まずは見つめるの部分から見ていきたいと思います。はい、では見つめる画面になっているので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではゆうなちゃんで、はい。ああもう下からもう全身ピンクですね。そうですね。とっても可愛らしい。あ、リボンついてるんですか、お胸に。はいはいはい、長い、しかもリボンの出てる部分が髪の毛と一緒な感じと、髪飾りにも長い部分がついてるんで、そこも一緒に揃っていて可愛いですね。いいですね。髪の毛もみょんみょん揺れてる感じ、みょんみょん揺れてる感じ、あとまっすぐこちらを見つめてくる感じ、ね、はい、殴んないでよって思います。確かに触ってよ。そうだよね、びっくりするよね、中学2年生って言ってましたよ。はい、何かありましたか？今ちょっと観察をさせてもらってます。ちょっと違う世界から来た子はね、わからないですからね、仕様が。腕の部分、これは装備ですかね。そうだと思います。はい。かっこいいですね。腰の部分にもついていて、足もね、スパッツみたいだけど、これもきっと強いプロテクトなのかな。あ。いいですね。足が光っておられる。ここにもリボンみたいなのが巻きついて、はい、すごい可愛いブーツですね。そうですね。可愛い。いや、足の部分は重りかな。重りではないと。首の部分にもピンクがあって、はい、すごく素敵ですね。どうしたんですか？笑ってくれた。よかった。不審がられない言葉もあった。確かに。何かありましたか？これはちょっと親愛度上げたらどうなるかってすごい楽しみですね。はい。ではそろそろバトルの方も紹介していきたいと思うので、はい。ではまずバトルのポイントから説明していきたいと思います。お願いします。はい。バトルのポイントこちらになります。はい。はい。霊属性の疾風タイプということで、こちらも1から4の4段階の攻撃になってます。得意技が前方への飛び蹴りを行って、その攻撃の時に爆発が起こって広範囲を攻撃できるっていうものになっている。はい。で、扇が、満開の状態で突進パンチを行う全画面攻撃っていうところがあるので、これ後で実際に見ていただきたいと思います。はい。はい。で、特殊行動がいつものダッシュをして攻撃ボタンを押すと突進攻撃を行うっていうところになって、まあそのまま攻撃につなげられるっていうような使い方ができるので、まあ使い勝手のいい特殊行動になってると思います。はい。はい。では実際にゲームの画面で見ていきたいと思います。お願いします。はい。結城優奈行きます。はい、ということで訓練ステージにやってきました。はい。はい。で、疾風タイプで基本的に殴る蹴るっていう攻撃ですね。いいですね。気持ちがいい。パンチを2回キックを1回パンチですかね。桜の花びらを待ってるんですか？そうですね。エフェクトで待ってます。素敵。声もいいですね。おお。得意技が、はい。上からの蹴り。そうですね。飛び上がって攻撃する。かっこいい。爆発させるっていう感じですね。カメラでも追ってた。うん。さっきのが特殊行動の普通の、はい、ダッシュで殴る、攻撃で突進して殴るっていうやつですね。なんで吹っ飛ばした後に追撃ができるっていう感じですね。多分今浮いてたので、うまくいけばお手玉とかもできるんじゃないかなっていう。なんでコンボもつなげやすいっていう感じになってると思います。なるほど。はい。でコラボのキャラが3人いるので、後でまとめて3人まとめて内藤さんにはプレイしていただきたいと思うので、はい。なんで、はい、まずは続いてのキャラクターの紹介に移りたいと思います。はい。というのは冗談で、こちらの世界にバーテックスが残っていないか、東郷さんやかりんちゃんと調査に来ているんです。それに子供たちに武道や押し花を教える約束もしていて、勇者部としての活動をしながら調査を続けるために来たんです。はい。ところで隊長さん、何か急いでたように見えましたけど、どこかに行こうとしていたんですか？私にも手伝わせてください。はい、だからです。みんなのためになることを勇んで行うのが勇者部の活動です。目の前に困っている人がいるのなら手助けをすることこそ勇者部です。もちろんです。結城優奈、行きます。飛びて勇者は絶対負けない。はい、では続いて紹介するのはこちらのキャラクターになります。はい。はい、東郷みもりちゃんです。おお。キャラ紹介をお願いしてもいいですか？はい、わかりました。結城優奈は勇者であるの世界に出現した黄金のマガツカナメの柱によって明治の世にやってきた三州中学2年生の女の子です。同じ勇者部の優奈とは家も隣同士、周囲に優しく上品な振る舞いが定評で、勇者部の中でも人一倍責任感が強いそうです。博識で様々な方面の物事に精通しており、ホームページ制作からぼたもち作りまで多方面に精通している。反面、好きな物事に関しては濃ゆい一面を見せることもしばしばだそうです。こういう一面とは。こういう一面がちょっとここの絵だけでは何とも見えないんですけど。そうですね。でも何ですかあれ？周りに浮いてるものが、はい、これでビームを打つっていう。あ、はい。そうなんですか。今回ももうパーツが多くて、ね、いつも本当に細かいお仕事をされている、はい、もう素晴らしいなって思います。浮いてるのも可愛いですね。なんだろう、あのポーズ。あれは多分ね、勝利ポーズで、うん、実際の、はい、あの原作の再現をしているようなポーズに、はい、なってると思います。そうなんですか。はい、これはじゃあファンの方々も楽しみですね。はい、ということでこの辺りでゲーム内の様子も見ていただきたいと思いますので、はい、では見つめるの画面を準備できたのでよろしくお願いします。はい。ではでは、はい、下からね。下から、ああ、裸足？でこの4本の伸びているところで体を支えて移動するので、なるほど、はい、浮いてるんですね、ちょっと。はい、なのでゲーム内では浮遊タイプっていう扱いになってます。へえ、そうなんですか。はい。わあ、武器もかっこいいですね。うん、白で統一されていてとても可愛い。ブルーなのかグリーンなのか色もとっても、確かに。そして中学2年生にしてはちょっとびっくりな、はい、びっくりな感じですね、うん、何がとは言いませんがこの服が珍しいのですか？とっても珍しいです。明治にはないないですね、はい、あまり触られると確かにあのお上品な感じがすごくしますね。これを子がこういう一面を持っている。多分シナリオとかを進めるとそういった一面も垣間見れるんじゃないかなと思いますので、はい、そこはぜひお楽しみにのところですかね。そうですね。はい、細かいですね。なんか胸のところにも何か模様もありますし、この武器のなんでしょう、宝石というか、はい、こういったところもすごい綺麗ですね。2つの銃みたいなの持ってたんで、これがバトルになるとどうなるかって感じですよね。確かに分かれるんですね。はい、あ、ハートとかあるんだ。可愛い、スカートの部分分かります、はい、なのでそんなバトルの様子をじゃあこれから紹介したいと思うので、はい、まずはバトルのポイントの説明をさせていただきます。はい、はい、ではこちら解説のポイントになるんですけど、まあ、さっきも言ったように浮遊で遠当てタイプになります。でさらに1回の攻撃が2回ヒットするっていう形で、まあ、そして貫通攻撃のタイプですね。はい、貫通は嬉しい。そうですよね。はい、で得意技が後方に跳ねながら攻撃しながら前方に射撃攻撃を行うっていうところで、めちゃめちゃかっこよさそうだぞ。はい、さっきあの見つめるの時に持ってたあの長い方のライフルで攻撃するパターンになると思います。はい、はい、で扇も満開した状態で一斉射撃を行うっていう、はい、全画面の攻撃になっていて、で特殊行動があのいつものある1回転させた後に攻撃ボタン。はい、で自分を中心に8方向にレーザーを発射するっていうはい、形になっているので、はい、そのあたりを実際に見ていきたいと思います。はい、お願いします。我、総攻撃を開始す。はい、ということで牧原の訓練ステージです。こんな感じの移動方法になってますね。ぴょんぴょんしてません？はい、今敵に当たってさらに後ろの箱も壊れた感じになってるんですけど、そんな感じで。貫通攻撃ができます。嬉しい。結構距離もありますね。はい。で、よく見るとダメージが2つ出てるのがこの2つの銃で撃ってるんで2回ヒットするっていう。なるほど。はい。で、おお。ガサガサ。後ろに下がるときに攻撃してさらにライフルでも狙撃するっていう。なんと優秀を、しかも結構な範囲攻撃に。そうですね。周りにまばつきいても吹き飛ばせそう。で特殊行動が1回回すとこんな感じで8方向にレーザーが飛ぶっていう感じになってます。消え方もかっこいいな。そうですね。周りのポワーンって。はい。ではこちらも VTR 用意していただいたので見てみたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。もちろんです。残りのぼたもちも皆さんで召し上がってください。何でしょうか。そんなお礼なんて。隊長さんたちにはこちらの世界に来てからたくさんお世話になっていましたから。隊長さん意外と頑固な方なんですねそれでは隊長さんにお願いがあります。私が勇者部としてこちらの世界で活動する合間に明治の街を案内してもらえないでしょうか。はい、それにこの世界の歴史的な建造物なども見て回りたいんです。実はこちらの世界に来てからというもの、ずっと史跡など歴史的なものが気になっていたので。はい、小さい時から自分の国の歴史を知ることが好きなんです。そうなんです。知れば知るほどその場所への愛が深まっていく気がするんです。はい、よろしくお願いします。いざ咲き誇らん、逃がさない、回避せい、逃がさない、はっ、逃がさない、決める、そこ、逃がさない、回避、逃がさない、回避、逃がさない、回避、目標捕捉、撃ちます。逃がさない、はった、回避、せい、はっ、成敗、回避、逃がさない、逃がさない、逃がさない、回避、回避、逃がさない、回避、目標捕捉、撃ちます。逃がさない、回避、そこ、回避、決める、逃がさない、そこ、逃がさない、回避、そこ、回避、逃がさない、逃がさない、そこ、そこ、回避、逃がさない、回避、せい、はっ、決める、回避、目標捕捉、撃ちます。そこ、回避、そこ、回避、そこ、成敗、逃がさない、回避、逃がさない、はった、回避、逃がさない。任務完了、これより帰還します。はい、続いてはこちらになります。はい、三好かりんちゃんですね。はい、はい、ではこちらもキャラクター紹介お願いします。はい、わかりました。結城友奈は勇者であるの世界に出現した黄金のマガツカナメの柱によって明治の世にやってきた三州中学2年生の女の子です。大社から派遣されてきた勇者であり、幼少期より勇者になるための鍛錬を受けてきたらしく、そのため戦闘能力は非常に高いが、人付き合いはちょっぴり苦手。勇者部では常識人枠でツッコミ役に回ることが多いが、サプリなど健康にはうるさく、煮干しを完全食と豪語するなど少し変わった一面もある、そんな女の子です。へー、そうなんですね。この子は剣を使うんですかね、2つ、二刀流。なんで、まあ訓練されてて戦闘能力も高いっていうことで、そして煮干しを食してらっしゃるということなんですね。この子も動きが速そうな、俊敏さが勝手に伝わっている。なのでそのあたりをゲームの画面で、はい、見ていただきたいと思います。はい、はい、では準備ができましたのでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではここにもあれハートかと思っていたらお花、花びらなのかなですかね。へえ、みんなついてますね。うん、かわいい。結構身長は低めなんですかね。なんですかね。何よ、やぶから棒に。気が強い感じなんですかね。髪飾りもお花みたいで可愛いですね。はい、あと胸のところにもお花がついてるんですかね。そうですね。なんか、一番お花が目立ってるような気もします。と剣にピンクの何かがついている。確かに。かっこいいな。何するのよ。おっと、ちょっと照れつつな感じですか、これはもしかして。信愛度を高めていきたいですね。いきたいやつだ。はい。なんかついてる？なんかついてる。瞳の色と髪の毛の色が一緒なの。確かに。可愛いです。強気。何するのよ。これはちょっとすごい、めちゃめちゃ剣切れ味良さそうですね。はい。なんかロングブーツっていう感じのお衣装なんですね。はい、絶対領域が結構隠れてながらも見えるっていう。そうですね。はい、中はズボン、かぼちゃパンツみたいな、こちらもちょっと気になるところ。はい。ということで、じゃあゲームのバトルの方も見ていきたいと思いますので、はい、はい、ではまずバトルの解説の方からしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、いつものバトル解説シートがこちらになります。はい。まずは SR と書いてあるので、三好かりんちゃんが今回の配布キャラクターになるので、はい、イベントを進めると、はい、どなたでもお迎えしていただけるようになってます。優しい、いつも。はい、義属性の突撃タイプになってまして、まあ突撃タイプなので1から3の3段階の攻撃になってるっていうところです。まあ SR なので特殊コードは設定されてないんですけど、はい、はい、あ、そっか。もう結構天下百剣長く続けてきて、初の SR の突撃タイプっていう、はい、ことになってます。へー。で、得意技が、まあ、上空へ飛び上がってから敵に急降下の攻撃をするっていう。はい、で範囲内にもしボスがいる場合はそのボスを優先して攻撃するっていうような形になってます。ありがたい。はい、で奥義も、満開の状態で突進しながら斬撃を繰り出すっていう全画面攻撃になってるので、まあ、SR なんですけどこの全画面攻撃の奥義とかもあってすごく使いやすい設定になってるんじゃないかなと思いますので、そうですね。はい、そのあたりをゲーム画面で見ていきたいと思います。はい。いざ咲き誇らん。はい、ということで牧原の訓練ステージにやってきました。はい。はい、まあ移動はこんな感じで、剣を後ろに走るって感じですね。速そう。はい。で、こんな感じの三連撃になります。斬撃が結構。確かに突撃しましたね。はい、最後はという技が飛び上がってこんな感じで敵を攻撃するっていう結構 SR としては豪華な演出になってます。もう SR って忘れちゃうぐらい、もう刺すだけでもすごいのに、さらにそうですね、取り付けて爆破まで。はい、といった形で結構可能性がある SR だと思うので、ここから奥義も全画面の攻撃ができたりとかするので、はい、まあ、そのあたり踏まえて VTR の方を見ていただきたいと思います。はい、ユーナは子供たちと格闘術の練習、東郷は町を巡回しています。町が物珍しいみたいで、はい、2人はやることが決まっていたみたいだけど、私はそのどんな活動をするのがいいのかいまいちわからなくて、いつもはいつの間にかユーナたちが決めていたから。はい、でも手伝えることないんですよね。一緒に、でもわざわざ隊長さんについてきてもらわなくても。そういうことならこちらこそよろしくお願いします。殲滅開始。せはっせやってりゃせそりゃちょろい行くわよ。くらえへっ遅いせやそこだこれが三好かりんの実力だ。遅い遅い、ここからが大見せ場。これが三好かりんの実力だ。遅いせやちょろい遅いせ遅いていそこだ行くわよ。遅い遅いせ遅いはってちょろいはやそこだせこれが三好かりんの実力だ。遅い遅い、ここからが大見せ場。これが三好かりんの実力だ。遅いせ遅いせどんなもんよ。ここまでコラボの3人を紹介してきたんですけど、はい、3人まとめたパーティーで内藤さんにプレイしていただいてもいいですか？いやー、そんな贅沢させてもらっていいんですか？はい、ありがとうございます、はい、やらせていただきます。お願いします。ちょっと長めのステージ用意したので、はい、存分に楽しんでいただけるんじゃないかと思います。わかりました。はい。いざ、咲きほこら。この鹿島への5ウェーブあるステージになってるので、あ、5ウェーブ、はい。じゃあ SR のね、かりんちゃんから。これは突撃だから結構進んでくれる。あ、めちゃめちゃ近くに行ってくれる。遠くにいても。そりゃてりゃ。行くわよ。気持ちいい。気持ちいいな。ここからが大見せ場。これが三好かりんの実力だ。うわ、豪華。光ってるのかっこいい。あと花びらが周りに舞うんですね。そうですね。あ、すごい。遠くに行っても戻ってくる。ちょろい。あ、いっぱい来たいっぱい来たいっぱい来た。けど結構な後半で一掃できますね。ありがたい。じゃあちょっと違う子も。はい。あとは私が。東郷さん。あ、東郷さん。色が可愛い。そうだ。今回転できましたね。できましたね。今のが、はい、特殊行動になります。あ、これはいいぞ。これはいいぞ。いいね、いいわよ。得意技も結構な使い方しているので。あ、かっこいい。後ろにね、飛びながらね。はあ、成敗。目標捕捉。打ちます。これも豪華ですね。ちょっと扇より優雅に待ってるっていうのが可愛いですね。そうですね。とみんな扇になると変身するんですね。はい、それが満開と呼ばれるものに。衣装が。はい。逃がさない。ああ、いいですね。周りに出てきた時に特技使うと。そうですね。回避しつつ攻撃みたいな。お、気持ちよかった今。気持ちよかった。あ、やばい、次で最後だ。はい。ちょっとじゃあ主人公ね。ゆうなちゃんに。はーい。あ、殴る。あ、そうそう殴るんだって気持ちいい。すごい湧いてくる。はい。諦めはしない。これ広範囲にも行くんですね。結構。絶対負けない。おおおお、めちゃめちゃ舞いましたね。あ、ダッシュ攻撃できなかった。勝利ポーズかっこいい。はい、3キャラ使っていただきましたがいかがでしたか？いや、もう贅沢に使わせていただいてありがとうございました。でも三好のかりんちゃんがね、SR と思えないぐらいの操作も気持ちよかったですし、演出もめちゃめちゃすごくって、これ本当に SR ってことはね、コラボのイベント頑張ればそう誰でもお迎えできるので、みんなお迎えできるっていうことなので、これは今から始める隊長さんとか今後ゲームとかも進めやすくなるだろうから、めちゃめちゃ嬉しいなってやってて思いましたし、東郷みもりちゃんも私回転の得意技苦手なんですけど、意外とすぐできてバシバシマガツキを倒せるから、華麗に倒せてるから、しかもなんか私できる人みたいな感じがあんまりできないんだけど、なんかできる人みたいな感覚がすごいあって、はい、気持ちよかったですね。とってもまあ東亜タイプなんで結構囲まれたらちょっとピンチって感じになっちゃうんですけど、まあさっき言った回転の特殊行動でも逃げられますし、あと得意技でも後ろに逃げられたりするので、あんまりこうピンチが苦にならないタイプなんじゃないかなっていうふうに思います。確かにピンチが楽しくなっちゃうかも。しれないなと思いました。結城優奈ちゃんですね、結城優奈ちゃんはもう本当に主人公っていう感じで、もうめちゃめちゃ殴っていくのが本当に気持ちよかったですね。タップもやっぱ軽いから疾風でしたもんね、なんで軽いからバシバシ殴っていくのが気持ちいいのと、あと基本最後ねフックで叩きつける部分も気持ちがいいなと思ったのと、特技も上からね蹴るだけじゃなくて、1体だけじゃなくて広範囲にももうマガツキも倒してくれるんで、回避にも結構使えるんじゃないかなって思いまして、あと特殊行動の突進パンチも結構使い勝手が良かったりもするので、確かに上手な隊長さんだったらずっとボスとかね殴れたりとかできるなって思いましたね。あとみんな本当に奥義がめちゃめちゃかっこよかったです。今回の奥義がとても演出としてもすごいかっこいいと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。改めて今まで紹介した結城優奈は勇者である大満開の章のコラボは、今週木曜日3月18日から開催となります。で最後にこの紹介した三好かりんちゃんはイベントを進めると誰でもお迎えできることができますので、ぜひイベントをプレイしてお迎えしてあげてください。お願いします。ということで、ここからはお知らせのコーナーになります。まずはこちらですね。本日最初にご紹介した、振り分け神ひろみつ、食代義理光忠、富田郷のチャイナドレス衣装をゲットできるイベント、相当特務、思い回る美食の夜が開催中です。3振りのチャイナドレス衣装と特別バージョンの振り分け神ひろみつで、新曲、円卓はルーレットじゃないからをぜひチェックしてみてください。お願いします。で続いてはこちらになります。改めまして結城優奈は勇者である大満開の章のコラボは、今週木曜日3月18日から開催となりますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。で最後はこちらですね。津田からくりの神助弘をお迎えできるイベント、3周年エピソード一味違うぞ3周年を3月26日より常設イベントとして公開します。なのでイベントを進めると津田栗こと津田からくりの神助弘をお迎えできることができますので、ぜひプレイしてお迎えしてあげてください。お願いします。ここからは原作のお知らせになります。内藤さん、じゃあジーズマガジンの方出してもらってもいいですか。わかりました。こちらでございます。原作「天下百軒」を連載している電撃ジーズマガジン最新4月号が好評発売中です。天下百軒斬とコラボする「結城優奈は勇者である」のシリーズから、コラボに登場する結城優奈、東郷みもり、三好かりんの3人を掲載中とのことです。でさらにファンコーナー「天下ファンどころ」も好評連載中です。公式イラストレーターさんによる書き下ろしイラスト「天下百軒」では、現代のカフェでデート中の粟田口国芳が登場しています。もちろんデートの相手は隊長さんということらしいです。ぜひこの楽しい時間を粟田口さんと一緒に過ごしてください。さらに三木たちの会話劇が覗き見できるコーナー「花の女子会@明治館」、公式イラストレーター武忍先生による可愛い書き下ろしチビイラストと一コマ漫画が楽しめる「天下百軒プニ」もぜひチェックしてください。そしてですね、この号の次の次号の電撃ジーズマガジンでは、天下百軒斬4周年を記念して表紙と関東特集に天下百軒が登場予定になってます。嬉しい。キャストの皆さんや多くの公式イラストレーターさんからお祝いのコメントを頂戴しているとのことです。あと、ちょっと前に原作の方のツイッターの方で募集されてたんですけど、読者参加型の企画も用意しているそうなので、ぜひお楽しみにしてください。続いてはグッズのお知らせになります。現在電撃屋にて島津正宗からお兄ちゃんにプレゼント B2 タペストリーが予約受付中です。大切そうに持つプレゼントは誰宛てということで、ぜひ島津正宗からプレゼントを受け取ってください。価格は税込3300円で、オンラインサイト電撃屋や電撃ジーズマガジンの公式サイト等でチェックしてみてください。これ何をもらえるんですかね。いやー、なんでしょうね。もうそれよりもね、島津ちゃんの顔がもう一番のね、贈り物な感じしますけど。そして最後はコミックのお知らせになります。電撃魔王にて見かけ漠先生によるちょっぴりエッチなギャグコミック天下百軒義が好評連載中です。明治館で起こる珍事件につーちゃんやみつるぎたちが振り回されるばかり。そんなドタバタな日常をぜひお楽しみください。以上原作からのお知らせでした。はい、ということで番組も終了のお時間が迫ってきたんですけど、今月いかがでしたか？はい、はい、もう今月も盛りだくさんでしたし、そっか、もう来月で4周年ですか？はい、そうなんですよ。はい、ありがたいことに4周年を迎えさせていただきます。うわー、なんでちょっともう来月もワクワクだなっていう感じで、もうすごい盛り上がっちゃってます。はい、ありがとうございます。まあその前に今週の木曜日からコラボイベントが始まりますので、まずはそちらを楽しんでいただいて、まあそうしたらもうすぐ4月になりますので、そうですね。はい、その後4周年の月間に続いていくんじゃないかなというふうに思います。もうてんこ盛りですね。はい。はい。というわけで今回はここまでになります。はい、はい。また次回があればぜひお会いしましょう。はい。はい。あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。ではここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。